俺を呼んだか？俺の剣術で悪魔を倒したいって？私を呼んだ。この世で最も美しい弓矢を見たいかしら。私を呼んだのはそなたか？魔法の力を手にすることこそそなたの宿命だ。私を呼んだ。この世で最も美しい弓矢を見たいかしら。バーチャルパッドを操作して左のクエスト欄をタップし、冒険スタートよ。新入りね。もう行くの？この武器にはどんなレッドソードを知ってるのか。ただものじゃないな。クエスト。若いのに対して老兵の血が騒ぐ。ハンスから城の外のことを聞いたかい？手伝ってくれたらお礼はするよ。蜘蛛の巣も片付けてくれ。これで商談。あの辺の草は毒蜘蛛も避けるのだ。新入り、ナイスタイミング。薬草のお礼にスキルを教えてやろう。下流のボスがお出ましだ。下流王の怒りを鎮めるのだ。期待通りの見事な奴を片付けないとな。竜の卵はそなたのおかげだった。重要な任務、あんたを救出に行くつもりだったんだ。魔族ね。この世界の運命はあなたにかかってるわよ。
会えて嬉しい。ちょうどいい。魔族の状況をつかむ。私の観察眼、なかなかだろう。強い者と戦え、成長が早いぞ。努力なくして成功なし。なかなか様になった。この剣はそなたに任せても大丈夫だ。これが宿命だ。魔族には必ずや絶滅をもって代償してもらおう。ありがとう。ベリアルは暗黒魔法軍を率いる。手強いぞ。これはハンスに頼まれて作った代物だよ。新機能がオープンしたわ。強化をタップし、装着中の装備強化を、これで戦力アップよ。ベリアルのアジトを教えてやるよ。ベリアルってのは魔人ギドの手下、十二魔王の一人さ。墓地がオープンしたわ。タップして墓地のイージーを選びましょう。ソロを選んで挑戦よ。お任せをタップすれば自動で敵を攻撃するわ。収集終了。ここをタップすれば。ベリアルの肉体も魂も倒すとは。新機能がオープンしたわ。ソウルを選んでね。チェックした品質の装備は。おめでとう。戦力アップよ。ベリアルを倒したの。これが装備強化の。
装備強化魔族に占領されたバルツ城アーメドから装備強化だけでなく戦闘訓練も学ぶといい。まずは装備強化の材料入手方法を。どうだ、大量の強化宝石を入手したわ。使いましょう。強化をタップして胸当てを強化しましょう。強化してプラス、これでよく来たわね。少し負担を分担できる。冒険には心強い仲間。フレンドをタップしてみましょう。一括フレンドをタップして確定をタップして一緒に冒険よ。偵察が戻ってきた。偵察隊と共に時空の裂け目を閉じるのよ。時空の裂け目は閉じたけど、この霊魂を成仏させましょう。個人の命、帰還命令よ。目覚まし、アデリアという場所を聞いたことがある。アデリアのもう一人の同僚、最近で。アデリアへようこそ。ベリアル、もしダメ。精霊軍隊長イリッカ、相性のねえやつ。それで精霊し、本当に失踪した精霊が見つかると思ってるのか？ごめんなさい。あの、最近エリカがおかしいのは、私が関係してるんじゃないかって思うの。精霊の庇護を受けながら、ベリアルを倒したのはお前か？イリカが無礼を働いたようですね。罰を与えましょう。翼画面を装着をタップし、翼をレベルアップするほど綺麗な翼が手に入るわ。レベルアップするほど綺麗な翼が手に入るわ。閉じるをタップしてクエストを続けましょう。
魔刀で翼強化の材料を入手しましょう。レベルアップして再失踪。なんという翼強化クエストを続けましょう。道中にはゴブリンがいるぞ。気をつけろ。勇者か、よく来たな。偵察に行ってくれないか。魔法に詳しいカロンにこの石を見てもらおう。何も知らない新人が、まる、悪魔広場で来たのは悪くない。クエストを続けましょう。ついに手がかりをつかんだな。
分かったぞ。これはストーンマン居住区で精霊を見つけよう。意識をやらせたのよ。どうやって食べられたい？収集終了。そなたはアデリアの永遠の友人です。キャラクターをタップしてみましょう。毎日の運勢が、今日の運勢が、開運をここで毎日のデイリークエストがオープンよ。報酬がたっぷり手に入るわ。